マイケル・ランスリンは、アメリカ合衆国インディアナ州インディアナポリス出身の、プロ野球選手。ウトウミギウチ。MLB のシカゴ・ホワイトソックス所属。2005年の MLB ドラフト6巡目で、シアトル・マリナーズから指名されたが、入団せずに、ミシシッピ大学へ進学した。2008年に MLB ドラフト1巡目追保で、セントルイス・カージナルスから指名され、6月17日に、 契約。同年は、参加の A-9 バタビアマックドックスと A 級、クアッドシティリバーバンリッツンの2球団合計で6試合に、先発登板し、防御率1.35という好成績を残した。2009年は、A 級パームビーチカージナルスで開幕を迎え、最終的にトリプル A 級メンフィスレッドバーズまで、昇格した。3階級での合計成績は、11勝4敗。 防御率2.85だった。2010年はトリプル A 級メンフィスで過ごしたが、防御率4.77とやや壁にぶつかり、メジャー昇格はならなかった。しかし、9月10日のオクラホマシキレットホークス戦では、球団新記録の16奪三振を記録している。2011年6月2日のサンフランシスコジャイアンツ戦でメジャーデビュー。メジャーでは主に、 リリーフとして起用され、好成績を残していたが、8月9日の試合で、左借金を痛め、故障者リストに入った。レギュラーシーズン中の復帰は叶なわなかったが、ミルウォーキーブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズから、ロースターに追加された。第2戦では、わずか1球を投げただけで、勝利投手になった。テキサスレンジャーズとのワールドシリーズ第3戦では、3番手として2回、1、 3を投げ、勝利投手になった。カージナルス時代2012年2012年は、先発に回り、RA デッキーに次いで、リーグで2番目に早く10勝に到達。オールスターゲームにも初選出された。8月24日のシンシナティレッツ戦で降板に、不満な様子を見せたことで、一旦リリーフに戻されたが、9月に先発に、復帰すると4連勝で、レギュラーシーズンを終えた。 終わってみれば、リーグ4位の18勝を挙げた。2013年は33試合に登板し、15勝10敗、防御率3.97だった。2014年は33試合に登板し、3年連続2桁勝利となる15勝を挙げ、防御率2.74だった。2015年1月15日に、カージナルスと総額2200万ドル出来高の3年契約を、 結んだ。この年も先発ローテーション通り、31試合に登板。防御率3.034年連続に桁勝利となる12勝11敗、68、死球、167奪三振、ホイップ1.37という成績を残した。奪三振は、規定投球回に達した4シーズン中で最少だった。11月10日に、トミー・ジョン手術を受け、 2016年シーズンを全球することが決定的となった。2016年はメジャー復帰はならなかったが、マイナーでは計算試合に先発投手として復帰登板し、6.2イニング投げて防御率1.35、無四球、7奪三振と復活への足がかりを作った。2017年はメジャーの先発ローテーションに復帰し、33試合に先発。 11勝8敗、防御率3.43、153奪三振、ホイップ1.23を記録し、完全復活を果たした。オフの11月2日にフリーエージェントとなった。球団は、クオリファイングオファーを提示したが、11月16日に拒否し、FA となった。ツインズ時代2018年2018年3月12日に、ミネソタツインズと、 単年1200万ドルで契約を結んだ。迎えたシーズンでは7月までに20試合に先発したが7勝8敗、防御率5.10、ホイップ1.63と振るわなかった。2018年7月30日にタイラー・オースティン、ルイス・リーほどのトレードで金銭と共にニューヨーク・ヤンキースへ移籍した。移籍後は11試合登板で3勝2敗。 防御率4.14、ホイップ1.33と預かながら、成績の改善が見られたが、シーズン通算では31試合登板で10勝10敗、防御率4.77、ホイップ1.53と、前年から大きく落ちる結果になった。オフに FA となった。2018年12月18日に、テキサスレンジャーズと3年3000万ドルで契約を結んだ。 2019年は33試合に先発し、16勝、投球回208.1イニング246、脱三振を記録した。サイヤング賞投票で5位に入った。2020年は、自身初めて開幕投手を務めた。2020年12月8日に、デンダニング、エイブリー・ウィームズとのトレードで、シカゴ・ホワイトソックスへ移籍した。 2021年4月4日のエンゼルス戦でホワイトソックス遺跡後初登板を果たした。7月4日に選手間投票で自身2度目となるオールスターゲームに選出された。7月13日に開催されたオールスターゲームでは2回に先発投手のエンゼルスの大谷翔平の後を受けて2番手として登板した。シーズン途中の7月17日にホワイトソックスと2年。 総額3800万ドルで契約延長した。かつては90から92マイルパーアワーだった。速球が2010年頃から92から94マイルパーアワーを計測するようになった。打者がリリースポイントを認識しづらいフォームであるため、球速の割に空振りを奪うことできる。速球以外にはスライダー、カーブ、チェンジアップを投げる。かつてはフォーシームと カーブだけで全投球の80%を占めていたが、現在では、フォーシームとツーシームだけで75%以上を占める、速球派投手にモデルチェンジした。ありがとうございます。